はい、それでは皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、こちらのブルーティーさんのポータブル電源をですね、ご提供いただきましたので、これの紹介と、あとこのポータブル電源を使った、まあ、より日常に近い感じの使い方ですね。今日はアウトドアをイメージした使い方で焼肉をしてみようかなと思います。はい。まあ、アウトドアだったり、あと日常使い、あとは車中泊など。災害時は？災害時もですね。災害時も使うことができます。うん、で、かなり大容量になりますので、本当に心強いんですよね。うん、で、こいつの何がすごいって、リン酸鉄リチウムイオンなんですよ。うんうん、まあすごく安全な、まあ、電池で、うん、で、これの前のですね、モデルがあるんですよ。AC200P っていうのがあるんですけど、うん、それよりパワーアップして、まあ、出てきたのがこちらになります。はい、で、これね、充放電サイクルが3500回なんですけど、うん、3500回ってちょっともう意味わかんない数字になってるんですけど、うん、週に1回使ったとして、うん、58年使えるんですよ。満タンにした状態で、そうそう、ゼロになるまでを、うん、53年間、58年、うん、できるってこと、はい、なんですよ。すごいね。まあ、お値段はそこそこ高いんですけど、うん、まあ、そこら辺を考えるとですね、この大容量を手元に置いてられるっていう、まあ、安心、その災害時とか、まあ、そういうちょっとした時とか、うん、まあ、外に持ち運んで使ったりするっていうのを考えるとね、コストパフォーマンスはまあいい方じゃないかなと思います。58年ってすごいよね。うん、だって控えめに言っても週に1回なんて使わないよ。うん、うん、使わない ね、うん、だからもう死ぬまで使えるっていう、うん、ものすごいポータブル電源になります。はい、それでは、まあ、アピールしたいところいくつかあるんですけど、まずですね、今度ソケットなんか、あと、まあ、入力端子とかいろいろありますので、そこら辺をざっと説明して、まあ、付属品なんかも紹介してですね、まあ、見ていこうかなと思います。はい、はい、それでは電源を入れていきます。ちょっとビーバーの音がうるさいかもしれないですけど、もう田舎あるあるなんで、うん、涼しくなってきたからもね、うん、はい、電源が入りました。ちょっと見えるかわかんないですけど、今 99% ですね。まずはこの端子ですね、出力ポートになります。で、こっちから順番に行きますと、ここがシガーソケットの DC1210A ですね。シガーソケット出力ポートで、こちらが 12VDC30A の丸型プラグっていうのを差し込むタイプのものになります。こちらの横の方にある、付属品でですね、こういうものがあるんですけど、これはメスなんですけど、これのですね、オスタイプがここに入りますね。防水、防滴、防塵みたいな、なんかそういう類の、結構強めのプラグらしいですが、ここに入ります。で、お次はこれですね、 12V の、DC10A、こんな感じです。まあ、ゲーム機だったりとか、あとうちのハイエースのライトも接続はこれにしてますので、先端は、うん、マキちゃんに刺したよ、うんうんうん、なんかこれに直で刺すこともできます、うん、DC の5521っていうやつですね。で、お次は USB-C の 100W になります。100W なんで MacBook とか、結構高速で充電することができると思います。で、あとは USB-A18W の2口です。で、次 USB-A の 5V DC3A が2口で、こちらが、4箇所普通のコンセントになります。で、こちらがですね、謎のっていう皆さん、結構わからないって言われてるんですけど、なんか調べてみたら、アメリカとかの工具系に使われてるプラグ用のコンセントみたいですね。ちょっとイメージ画像が出るかわかんないんですけど、あればどっかここら辺に載せておきます。だから日本では使うことはないんじゃないかな。あ、そうなんだ、うん、です、はい。
今ですね、ここの電源ボタンの周りが光っていると思うんですけど、ここのあの光のパターン、点滅とかっていうのがあって、それはあのアラームを意味したりしてますので、まあ、これが点滅とか点灯とかした時にはちょっと注意が必要です。はい、あ、勝手にその点滅になったりとかするってことなんだ。そうそうそう、なんか警告が出る。はい、お次はですね、左側面になるのかなの横 の、 あの入力側の端子になります。ここが、ソーラーとあと車、カー充電とかに使うプラグになるんですけど、入力プラグですね。こういう風に中にピンが2つ出てます。でお次はこちらが、AC アダプターから充電するところになります。まあ、アダプターの差し込みをここに入れると充電できます。で上の2つは拡張バッテリー用の差し込みですね。2つ、だから、3連結できるんですよね。で、これめちゃくちゃすごいのが、このポータブル電源自体はですね、 2048Wh なんですよ。一番大きい機種を接続した場合ね、 8192Wh まで拡張できます。これって結構というかめちゃくちゃすごくて、まあ、1世帯1日あたりの消費電力を十分補える容量ですと、すごいいうふうに書いてあります。はい、でちなみに B23 っていう拡張バッテリーと B300 っていう拡張バッテリーがあります。で B23 っていうのは単体の容量がこれと同じ 2048Wh なんですよ。で B300 っていうのが、3072Wh です。1個がね、でこの MAX と先ほどの最初に言った B230 っていうのを連結させれば2つね、4096Wh で B200 を2つこれに連結させた場合は 6144Wh、 もうえげつないですね、その時点で。で B300 1つの場合はですね、これとつなげると 5120Wh、で2つの場合は先ほど言った 8192Wh がマックスです。1台あたりですね、拡張バッテリーもまあ結構なお値段がしまして、このマックス 8192Wh だと金額結構えぐいです。60万超えてきますよね。今こいつとその拡張バッテリー2つで、なんかそれをどう見るか、なんかポータブル電源っていうよりはもう蓄電池、そうだね、家に蓄えておく蓄電池の部類に入りますので、例えばだから家にさ、なんかの仕事でパソコンとかそういうのがたくさんあって、もう停電になってもらったら本当に困るとか、まあ、そういう時なんかも使えるんじゃないかなと思うんですけどね。金額が金額で、そうそうそう、でもね、だから発電機とか大きいのを買っても、まあ、発電機なんか発電できるからね、まあ、使い方はまたちょっと違う考え方が、そうだね、ちょっと違うかもっていう感じです。で最初に言ったここになるんですけど、ちょっと付属品を紹介しようと思います。はい、ビーバーの音がすごい、やばいね。めっちゃ入ってるかも。はい、まずこちらです。これがこっちにつながって、これが XT90 っていうメスコネクタになります。でこれにですね、先ほどのメスコネクターにつなげることができるものになるんですけど、これがシガーソケット、先端がですね、で後ろが XT90 側のメスになります。だからこれと先ほどのこいつをつなげてシガーソケットに挿すことができます。でお次はこちらですね、これ太陽光充電用 の、 あのコネクタになるんですけど、太陽光から電気を発電して、太陽光からの電池を、電池なかった電力をこの中に入れるってい う、 うーん、要はこれに太陽光のこのコネクタと、太陽光のコネクタとシガーソケットを差し替えて使うことができるっていうことです。でこれ以外にですね、オプション品でいくつかあるんですよ。まあ、それは別途購入しないといけないものになるんですけど、 AC アダプター1個は付属してるんですよ。それとあとデュアル AC アダプター充電みたいな、もう1個 AC アダプターを挿せばめちゃめちゃ高速で充電できるよみたいな、そういうのもあります。
はい、今回こちらが送られてきた AC アダプターになるんですけど、充電入力かなが、388W だったんですよ。この AC200MAX に充電した際、うん、で、あ、こんなもんかと思って、まあ、ちょっといろいろ調べたらですね、どうもこの AC アダプターが AC200P のものらしくて、うん、実際多分低いんですよね、あのワット数が、うんうん、これが本来あの AC200MAX についてくるやつはここにブルーティーっていうメーカーの名前が書いてまして、うん、488W ぐらい前後で充電されるらしいんですよ、うん、まあ、だからこれをお買い求めの際は多分そちらがついてくるので、うん、より高速に充電できるんじゃないかなと思います、うんうん、ここ のポータブル電源の上になるんですけど、こちらも2つスマホを充電することができます、はい、憧れの置くだけ充電ですね、うん、でこれを使う際はパネルで操作が必要になるんですけど、まあ、ピッピッと簡単に操作して使うことができます、はい、ちょっとまあ説明しようかな。パネルをじゃあ見ましょうか。でですね、先ほどの上の置くだけ充電を使う場合はこちらの DC オフって今書いてあるんですけど、ここを押してあげてオンってすると上が使える状態になります。これオンに変わりましたよね、うんうんうん、今ね、うん、オンに変わりました。で、うん、オフにするときはこれを押してもう一回オフで、この AC っていうこっちのコンセントを使う場合はこのここね AC 出力っていうところをオンにしてあげるとこちらも同じように使用することができます。あ、はいはい、なんか多分そのままずっとさ本当に置くだけ充電のずっとオンの常時オンの状態にしちゃうと危なかったりするから、うん、あえてここにスイッチを取ったんじゃないかな。あ、そうなんだ、ね、うん、って思います、はい、で、あとはここら辺のちょっとまあ説明になるんですけど、まずですねここの真ん中の今98って書いてあるここを押すとこのように電池の状態を把握することができます。あ、これ電池の組み合わせですね。上は1、2、3、増設した場合にもここに出るんですよ、うん、だから増設した電池もここで管理することができます。で、電池残量で電池がまあオンラインかオフラインか、うん、でスタンバイかスタンバイじゃないかっていうのが見れますね。戻る。で、あとは今これ車からの充電、あとソーラーからの充電の出力や入力かを見ることができます。ここを押すとほら今電圧パワーって、うん、でここで管理できます。で、これは AC 入力ですね。充電中とかにここで今どんぐらいで充電されてるかなとか見れます、うん、で、次は AC 出力ですね。これも同じように確認することができます。これは DC 出力で、ここも出力電圧とかまあもろもろ見れます。で、あとはですね、大体まあ他に似たような感じでこの設定ってあるんですけど、まあ、設定はこのポータブル電源 AC200MAX の中 まあ言語設定ですね。 AC 出力電圧 100V もここも変えることができるんですよ。 110V、120V 電圧を変えれます。で、 AC 出力周波数、まあ、東日本と西日本で周波数違うのでここで変えて、あとはソーラー充電とかその他充電で DC 入力源を切り替えることができます、はい、こちらのですねエコモードっていうのを今オンにしてるんですけど、こちらが結構いい機能でですね省エネルギー機能になるんですけど、無駄な電気消費を 30% 以上節約できますということで、まあ、AC 電力量 50Wh 以下の状態が4時間以上続く場合が自動的にこちらがオフになります。これ地味に多分いいよね、うん、だからこうじわじわ減っていくのを防いでくれるっていうか、まあでも逆に言うとそういう機械だったら、うん、まあ、勝手に切れちゃうから 50W 以下のさ省電力の機械っていうのをつなぎっぱなしにすると切れちゃうから、うんうんうん、ここはオフにしとかないといけないよね、うん、ああそうだね、うん、でお次は Bluetooth ブザー設定で操作音設定で、 Bluetooth の方はですねスマホの方と連携しましてアプリでですね、うん、簡単に操作することができます、まあ、それはちょっと後からですね。で戻りまして次はデータで製品情報、まあ、ここはちょっとモザイクをかけるんですけど、この製品の型番シリアルナンバーですね、
とか、あとソフトバージョンとか、まあいろいろ書かれてます。でお次はこれインバータ、インバータと充放電情報っていうもので、これはあの一番最初に紹介したのと同じです。ほら全部中がね、うん、ただここでも改めて見れるよっていうので、一番最初紹介したここを押したじゃん、うん、これとも同じものが見れます。うん、がこれね。で次はバッテリーマネジメントシステムメンテナンスっていうところで、あのこれも一番最初見ることができたやつだね。うんだね、うん、これとこれと同じ、うん、でこれはあの警告、もしアラームというかエラーが発生した場合にここに履歴が残るみたいです。これもいいよね、ありがたいよね、警告発生時間とかエラーコードとか、うん、なんかもしなんかこういうエラーが出た場合はここを見て、あの何番のエラーコードが出てますっていうので問い合わせができると思います。ね、うん、まあ以上だね。はい、だから結構あの難しそうなんですけど、うん、シンプルです、思ったより全然。でこの、 あのタッチ感度もすごく良くて、あの反応もいいです。なんか使いやすいですよね。でここら辺が難しいんじゃないかなと思ったんですけど、もう思ったより全然簡単でした。こちらがあのスマホに入れたあのアプリになるんですけど、普通に Bluetooth で検索するとダウンロードできます。で Bluetooth に接続っていうところを押して、これ下映ってる、うん、接続します、うん、で電池を探してくれますので、あの検出されたらこのように出ます、うん、ここにね、うん、でこれをポチッと押すと、接続に成功しました、うん、出ます、はい、で確定ですね。でこのように完了することができます。まあ、電池残量は同じで、うん、ここを押すとあのこちらでもバッテリーの状態をですね確認することができます。まあ最初に見たあのスタンバイ状態とかそういうやつですね、うん、ここの画面は。であとはそれぞれのあのソーラー、ここは押せないね。あとはここですね、 DC、 これをオンにすると、ここはほらオンになったカーターでしょ。ああ本当だ、うん、これすると上にあのスマホを置いて充電できたりとか、えあとこっちを使ったりとか。あこれで、うん、でちょっと後からでいい、うん、一旦、うん、でお次はこちらの AC の方ですね、うん、AC をこうポチッと押すとこちら今オンになったね、うん、でこっちを使うことができます。はい、結構いいよね。うん、本当だね。うん、なんか車中泊とか、うん、まあそういうちょっと離れた場所にいる時なんかも接続しっぱなしにしとくと、うん、まあじゃあこっちあのオンにしようかって言って、もう押してればさ、うん、すぐ家電使えるから、うん、わざわざここまで来なくても、うん、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。あとはまあこれを一旦また切りますね。今切れました。うん、でこちらも切ります。切れました。反応いいでしょ。うん、早いよね。うん、であとはもうあのこっちの電源のポータブル電源 の、 あのメインスイッチを、うん、ここになるんですけど、ここでも切ることができるんですよ。ここを押しますよ。で押したら、こういうふうにカウントされて、まあ、あの電源を切ってしまったら Bluetooth の接続も切れるから、なんかめっちゃ反射をなんか隠してるビーコが見える。反射だってすごい反射するんだもん。今だね。これだね。うん、はい。でここの電源ボタンを押すとこういうふうに10秒カウントされまして、うん、あの切ったらアプリで操作できなくなるけどいいですかって出るんですよ。うん、ちょっと見にくいですけど確定をしますよ。ほら切れた。おお本当だ。ね。はいはい。ああ切れたね、うん、こっちが切れて今も接続が切れた状態になります。はい、でこれであの押したら繋がるんじゃないかなと思ったけど、これでは繋がらないですね。あそうなんだ、うん、こっちはあの切った場合は、うん、こっちを押してからまた繋げないと、あ元電源しかそれは無理なんだ、うんうん、テレビのリモコンみたいにピピピピあのオンオフはできないみたいです、うん、まあそうだよね、うん、もうこれだけでも便利な機能なんで、うん、全然いいと思うんですけど、はい、まあ、それではですね、まあ、一通り、
炎、本体の炎説明をさせていただいたわけなんですけども、あとそのアピールできるポイントっていうのが、まあ、いくつかありまして、まあ、最初でも触れたんですけど、まあ、拡張バッテリーで容量を増やせるっていうのと、あとそのあれですね、充放電サイクルが3500回になったっていう、うん、まあ、これも最初、まあ、冒頭でお話ししたんですけど、まあ、正直本当すごいですよね、うん、週に1回使用で58年って、まあ、ありえないと思います。ありえないよね、うん、だからもう電池を手元にこう 長時間、うん、長期間安心に置いてられるっていう、うん、まあ、リン酸鉄リチウムイオンですので、本当にこう爆発したりっていう危険性が限りなく少ないみたい。ああ、そうなんだ、うん、だから本当にいいと思います、うん、はい。でお次はですね、あのいろんな出力ポートあるんですけど、うん、まあ、余裕たっぷりで、あの最大16台まで一緒に出力できるみたいです、うん、これもね、あの災害時なんかはやっぱり充電するのが多くなってくると思うんですけど、うん、まあ、電気だったりとか、うん、あのスマホだったり、あとまた、あ、子供は暇だから DS とかやったり、うん、ゲーム機をね、そうゲーム機をやったりすると思うので、うん、まあ、そこら辺はね重宝するんじゃないかなと思います。すごい見方だよね、うん、そう考えると。そう、すごいよね、うん、で次は、先ほど、付属品の中で紹介した、まあ、オプション品になるんですけど、うん、AC アダプターを2つ使ったあのデュアル充電ですね、うん、が最短で 2.5 時間でこれをフル充電できるみたいです、うん、2.5 時間はねめちゃめちゃ早いです、うんうん、ちょっと想像できないですけども、うん、早いですよね。早いね。で、まあ、あのまた別にオプションボックスっていうのがあれば、デュアル PV 充電、あの 1400W も実現しますって書いてあります、はい、まあ、これはねちょっとよくわからないですあのソーラー充電かな、ソーラー充電になると思います。 PV 充電ですので、うん、もし間違ったらここにテロップが入ります、はい、であとは、入力ですね。入力の方が7種類の充電方式に対応ということで、あの家庭用コンセント、まあ、AC100V ですね、はい、うん、まあ、まあもちろんのことですね、ソーラーパネル、車のシガーソケット、発電機、鉛電池、EV ステーション、風力発電機の7種類の充電方法がありますと、うん、まあ、これはすごく心強いですね、うん、で一番すごいのが、まあ、僕らは持ってないですけど、ソーラーパネルのあの充電は 10V から 145V の、 あの電圧に対応しているっていうことで、うん、まあ、最大 900W まであのいけるらしいんですよ、うんうん、でこれの前のモデルっていうか、うん、AC200P っていうのはあのソーラーからの充電が電圧が必要で、うん、ある程度電圧が高くないと充電されないっていう、まあまあ、デメリットになるのかなっていうのがあったんですけど、うんうん、そこら辺を改善されまして、うん、本当に少ないあの電圧からでも充電できるように改良されたのがこっちになります。おー、そうなんだ、うん、だから、もう本当に災害時とか、うん、まあ、ソーラーパネルがあればもう外に立てかければ充電できるし、うん、まあ、日中はね、うんうんうん、まあ、曇りになるとあの充電効率は落ちるから、まあ、若干落ちるみたいなんですけど、うん、あとは車中泊とかですね、あの車の上にソーラーパネルを設置されている方も多いと思うんですけど、うん、そういう方もあの効率よく充電されると思います。他のですね、そういう車中泊用の、 あの充電コントローラーとかってあるんですけど、うん、MPPT っていうあの性能があるんですよ、うん、中のシステムといいますか。でそれも内蔵されてて、うん、でソーラーから発電された電力を効率よくあの入力できるらしいんですよ、うん、だからそれもすごいです。うーん、かなりすごいです。なんかね、あの、まあ、よくわかんないんだけど、うん、ソーラーから発電されたあの、まあ、ソーラーってソーラーパネルって、うん、ちゃんと言っていい、うん、ソーラーパネルってあの太陽の日射量で発電量ってすっごい変わるんですよ、うん、で雲がやっぱり流れたりすると、うん、火が照ったり曇ったりっていうのを繰り返すじゃないですか、うん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 、でそこでやっぱり強弱があるわけなんですよね、うん、でそれで発電される電圧っていうのも結構こう波があるらしくて、うん、でそれのその波に対してよりいいところ、うん、電圧のいいところを常にこう探っていってこう、うん、充電してくれるっていう。おー、そうなんだ、うん、なんかそんな感じでした、はいはい、調べたらね、うーん、なんかおーすごいと思って、うん、だから車にソーラーパネルを乗っけて、でソーラーパネルから直にもこいつをメインバッテリーとして使うこともできます、うんうんうん、ああそうなんだ。そうそう、なんもわからないでしょうね、うん、なんもわからない。な
でもこういうね、やっぱ男の人の方が得意だよね。うん、だからもう女の人も今最近はそういう好きな人って多いけど、やっぱ本当好きじゃないと入ってこないもんね、うんうん、入ってこないよね。入ってこない、本当に入ってこない。はい、あとですね、こちら 2048Wh で紹介したんですけど、うん、重量がですね、賞味重量28kg になります、うん、まあ結構重たいです。重かった、うん、重いよ重いよっつって、うん、いや大丈夫でしょうと思ったけど重かった。結構重たいです、うん、で、あと充電温度が0度から40度までになります、うん、で、あとね、これちょっと大事なんですけど、うん、放電温度、うん、マイナス20度から40度で、これ、まあ、何が大事かっていうと、あの車中泊の場合かな、特に、うん、なんかマイナス20度切っちゃうと、うん、電気を出してくれないんですよ。バッテリーマネジメントシステムが働いて、うん、まあ、そのなんかね、中で結露したりするみたい、なんかそういうのがあったりするから、あのマイナス20度以下になるところはちょっと注意が必要ですね、うん、あ、そうなんだ、うん、まあ、僕らの住む鹿児島なんかでは、うん、マイナス20度は全然行きませんので、うん、まあ普通に使うことができるんですけど、うん、逆に高い40度の方が心配かな。ああ、そうか、車内だと、40度か、うん、そうだね、車内に放置だと40度多分平気で超えちゃうんで、うん、まあそこら辺を考えて、あの設置しないといけないよね、うん、まあ基本的にはもうあの車に据え付けではなくて、うん、家で使って、うん、まあたまにその何かで必要な場合に持ち出すっていう感じになると思いますので、うんうんうん、はい、まあ、そういう使い方なんですけど、まあ、車の本当に中の温度にはすごく注意が必要かなと思います、ね、はい、で、あと湿度がですね、 10% から90% ですね。あ、湿度も関係してくるんだ、うん、湿度もだって、まあ、作業環境湿度って書いてあるから、うん、10% から90% の間だったら、うん、まあ、動きますよっていう、うんうんうん、逆にそれ以上それ以下ってあんまり体感したことないから、うん、ないからね、うん、から大丈夫じゃないかなと思います、はい、で、あと実際ちょっと使ってみたんですけど、夜中とかも回してみて、うん、で、あのファンとかそういう音は、まあ、そこそこしますけど、その室温と、うん、あと外気温とかそういうのが結構多分影響してくるので、うん、まあ、例えるならですね、あのホテルとかの冷蔵庫、うんうんうん、たまにフィーンって回るよ、うんうん、まあ、あれにちょっと近いぐらいの音かなっていう感じで、あ、そうなんだ、うん、まあ、ちっちゃくはない、うん、けどそこまでうるさいっていうほどでもないっていう、うん、そんな感じです、はい、で、ですね、夜中に、まあ、実際 の、 あの家庭内での使用を想定しまして、うん、あの寝るときに実際に扇風機をこれでも一晩中回して寝たりしてちょっと実験してみたんですけど、うん、まあ、実際あの今東京なんかでですね、うん、あの電気が結構電力不足で、節電しましょうという呼びかけを、まあ、ニュースなんかで見るかと思うんですけど、うん、まあ、そういう時にあのすごく役に立つと思うんですよ、はい、まあ、手元に電気を置いておけるっていうね、うん、その節電をしないといけないっていう状況でもやっぱり扇風機なんか使わないと熱中症とかそういう影響も出てきますので、うん、まあ、これはですね、まあ、それをちょっと想定して使ったっていうのもあるんですけど、まあ、最初はマキタの扇風機、まあ、皆さんマキタの扇風機とかじゃなくて普通の扇風機使われてると思うんですけど、うん、マキタの扇風機を説明しまして、その後に普通の家庭用扇風機も一旦検証しましたので、うん、まあ、順番に発表していきたいと思いますけども、まずマキタの扇風機ですね、うちがよく使うものになります。それがですね、まず夜の11時から、うん、朝の6時まで回して 99% から79% になりました、はい、まあ、約 20% ですね、うん、消費しました。で、実際ちょっと調べてみたら、マキタは強中弱って設定がありまして、うん、強で、あのフルでこいつを使う場合は55時間、うんうん、動きます、うん、で、中で111時間、うん、で、弱で176時間回すことができます、うんうん、まあ、扇風機単体でね、うん、で、次は、うちはですね、ヤマゼンの DC モーターっていう省エネの扇風機を使ってるんですけど、 100% の状態から、またこれも夜の11時から朝の6時半まで回しまして、マイナス 21% 消費しました、電力をね、はい、で、一応扇風機に書いてあるのがですね、27ワットって書いてあるんですけど、おそらくこれ一番マックスの風量なんですよ、うんうん、で、回した時にこの 2048Wh で61時間
扇風機を回すことができます、はい、だからまあ2日間、フルで回しても2日間ぐらいいけるんで、うん、まあ暑い夜だけとかそういうので節電目的で回すんだったら本当に結構持ちますよね、うん、そうだね、うん、であとはですね、うん、あのポータブル冷蔵庫、うん、まあ、うちが使ってるのが F40C4TMP っていうのを、うん、あの以前提供されたものをずっと愛用してるんですけど、うん、こちらがですね定格消費電力が 45W なんですけど、うん、を朝の8時につけて、うん、夜の6時40分まで、まあ、約10時間半ですね、うん、回して31% 電力を消費しました。でこの冷蔵庫ですね、うん、まあ、外気温の影響を受けますので、うん、まあ、それによってそのコンプレッサーがあの回る回数が変わってくるんですよ、うん、でちなみに設定温度は3度ですね、うん、3度で室温が約26度の状態で、まあ、回してたような感じだったんですけど、うん、まあ、それで 31% 消費しましたよっていう感じです、はい、まあ、10時間でね、うん、だからまあ停電とか、まあ、そういう時でも、うん、まあ、部屋の中置いとって、うん、まあ、扇風機とポータブル冷蔵庫もしあった場合ですね、だと本当に2日ぐらいは多分持つんじゃないかなって思うんですよ、うん、まあ、やっぱ冷蔵庫に入れておかないといけないものってあると思うし多少ね、うん、でその、まあ、冷たいものとかあの熱中症対策も含めてやっぱり飲みたい時ってあると思うので、うん、そういう時にはいいんじゃないかな。そうだね、うん、災害時がやっぱりいいかもね。そう、アウトドアじゃなくておそらくほとんどの方は災害なんかを想定して、うん、購入される方が多いと思いますので、まあ、実際大容量大出力でですね、あのいろんな IH とかが使えますよっていうのも全然あるんですけど、このように長時間1回の充電で使えるっていう方が、まあ、本当にね大事なんじゃないかなって思ったりします。まあ、これが一応あの僕たちなりにまとめたものになります。はい、そしたらですね、この後実際に、うん、あの扇風機とポータブル冷蔵庫をですね、うん、出してアウトドアを想定した形で使ってみようかなと思います、はい、で日がもう落ちてきますので、うん、ただいまの時刻は6時39分になります、はい、で火をつけて、あとライトもあの僕が仕事で使っているバークライトがあるんですけど、それもこのポータブル電源につなげて、ね、明かりを照らせながら、うん、ちょっとバーベキューっていうか、まあ、焼肉ですね、はい、っていう感じで使用してみたいと思います。はい、ははい、今 97% で、まあ、約 181W 前後消費してます、うん、扇風機とポータブル冷蔵庫とあとワークライトですね、うん、でその3つで、まあ、181W 前後なんですけど、まあ、計算すると、まあ、ざっくり、まあ、約9時間ぐらいですね、うん、あの自己消費電力もありますので、このポータブル電源自体が自分 の、 あのバッテリーマネジメントシステムで、うん、あの冷却とかそういう自分で電気を使ったりするので、うん、そういうのも加味すると、まあ、約9時間ぐらい、うん、今の消費電力で使うことができます。
お腹すいた、お腹すいた、めっちゃお腹すいた。いいね、寝起きバーベキューって最高やな。いいよね、それも何時間寝た、うん、ね、めっちゃ寝たでしょ。最高だね。遅かったの、昨日も。夏はやっぱり肉だよね、うん、元気が出るもんね、お肉食べると。ずっとブー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 言ってんだけど。なんか喋ってる。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。うまい。うまい。やっとだ。めっちゃ待ち時間あった。今何時？7時49分。食べるよ。はい、いただきます。うん、うまい。うん。電池の残量が残り 93%。 めっちゃこう抑えられなくなってきた。めっちゃこれやどこにいる。あなたは犬ですか。気づこうよ。89%、 149W、 8W。はい、それではですね、お家で、まあ、うん、アウトドアを疑似的にちょっとやってみたわけなんですけど、はい、というか、まあ、まあ、ただの焼肉なんですけど。だよね。はい、まあ、ポータブル電源を、まあ、日常使いとして、うん、あの使用してみました。はい、まあ、無理にあの高出力で、まあ、IH とか使ってみるのではなくて、うん、自然な使い方ね、うん、まあ、夜だったら、まあ、ライト、うん、で扇風機、うん、でポータブル冷蔵庫ですね。うん、まあ、扇風機とライトでも全然いけると思うんですけど、うん、まあ、今のところ 89% です。はい、2時間に、うん、2時間前後使用してですね、うん、まあ、だから、まあ、全然一晩は使えると思います。はい、と、まあ、冷蔵庫がなければまだ全然持つと思うんですけど、うん、まあ、そういった感じでですね、まあ、あの昼間はそうやってあの電気を節電してくださいみたいな言われると思いますので、うん、夜充電して昼間はそういうこういうポータブル電源で、うん、あの扇風機を回したりとか、まあ、冷蔵庫を回したりとか、うん、まあ、すると節電にもつながりますし、うん、まあ、防災の時も今こんなような使い方ができますので、うん、まあ、本当にね、一家に一台あってもいいんじゃないかなって思えるものになってきたよね。なってきた、うん、でリン酸鉄リチウムイオンっていうのもあって、うん、まあ、安心してあの近くに置いておけますので、はい、まあ、そこら辺も含めてですね、うん、あと充電サイクルも、うん、まあ、冒頭で言いました通り、はい、まあ、58年使えると、うん、まあ、1週間に1回使ってですね、うんうんうん、本当に凄まじいです。すごい力よ。あとはまあ使い方の幅もあの説明した通り、はい、ソーラーパネルだったり、うん、まあ、いろいろ使えますので、まあ、そこら辺もですね、もしご購入された場合は、はい、まあ、いろいろ調べてご自身に合った使い方をされてみてはどうでしょうか、うん、はい、っていう感じですかね。ですね、はい、まあ、私たちはもう車中泊とかをするから、うん、そうですね、もうもちろんもうほんとさっきも言ったように、うん、災害時にはめちゃめちゃ期待のできるというか、うん、安心できるもので家にこうあるっていうのだけでもありがたいことではあるんですけど、うん、私たちはこれから車中泊とかキャンプとかでも使っていきたいので、うん、はい、はい、そうですね、アウトドアをされる方は、うん、とてもいいものではないかなと思います。思います。
本当まあ備えは必要だよね。そう。うん。まあ実際その停電とかなった時って、うん、まあ停電の時だと思うわけ、うん。まあアウトドアでも電気がないところに電気を持っていけるのはポータブル電源のいいところじゃん。うん、電気がないところにね。だ、うん、から電気がなくなった場合は。ものすごくまあ重宝するっていうのは分かるよ。もちろん実際停電の時もあの巻きたバッテリーだけで生活 し,、うん、したじゃん。そうです、うん、あの一昨年その前かな、うん、4年ぐらい前に停電にどっかあの2日ぐらい2日3日ぐらいになって、うん、でもう巻きたのバッテリーだけでしのいだんですよね、うん、あのライト100均のライトとあと巻きたのワークライトと、うんだね、であとスマホの充電も全部マキタのバッテリーから、うんうんまあ、それでも一応持ったことは持ったんですよ、うんまあ、節約しながら、うん、でも扇風機とか使えなくて、うん、もうめちゃくちゃ暑くて、うんね、そうそうそうだからそういうのを考えるとやっぱり扇風機あの最初で紹介したように、うん、数日間使えるんですよ、うん、あの 夜通し回してね、うん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 、もう全然違うと思う、うんまあ、これからの備えっていうのは本当に大事になってくると思うので購入しようかなどうしようかなって考えてる方に、まあ、少しでも参考になればなと思います、うん、はい、はい、それでは、はいまあ、今回の動画が良かったらいいねとあとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。だってこうしてたからあの画像的にはこうだから、うんだね、ここにあるから、うん just had one of those things.